杉木くんは慶応行きましたね。本田美優さんは早稲田に合格しました。はい、ね、バカでも入れるとかっていうのはないんだよ。じゃあ言いますか、正直なところですね。で、批判の源流はけん玉合格、はい、で広末涼子の早稲田進学中退で批判が強まる。落ちてる芸能人も知ってるので、この後始まりました。もちゃすチャンネルです。さあ、今回なんですけども、はい。また、ちょっとね、ありそうな内容ですが、栄養入試なら、バカでも慶応に入れるは嘘である。慶応 SFC 合格の鈴木福が間違いなく優秀と言えるわけっていうですね。まあ、栄養入試だったらね、誰でも入れるんだとか、芸能人だから入れるんだみたいなのは、すごく言われていますよね。だから、福君に対してもね、すごいいろんな声が来ていますけども、それは違うんだ。っていうのをね、話している記事でございます。はい、あ、石渡さんですね、記事なんですが、じゃあ言いますか、正直なところですね。芸能人枠の存在だったりとか、まあ栄養入試で誰でも受かるのかっていうことですけども、いろいろありますので、そちら話していきたいと思います。はい、で、石渡さんが ねバカでも入れるとかっていうのはないんだよっていうのを言ってます。杉木福君は慶応行きましたね。本田美優さんは早稲田に合格しました。はい、で、2023年は他にもね、芦田愛菜さんですよ。そう、芦田愛菜さんが内部進学ですよね、慶応女子から行ったと。で、それに対して先にね述べた2人っていうのは栄養入試ですよね。慶応の環境情報の栄養入試で福君は入ったし、本田さんは社学ですね、社学に自己推薦で合格したと。で、芦田さんはそうですね、ここにも書いてあるけど、医学部に行くんじゃないか、慶応医学部行くんじゃないかって言われてたんだけれども、内部進学を選んで法学部に行ったよっていう話です。そして福君は堀越高校、そして本田さんは青森山田高校、慶応女子みたいにね、すごい頭のいいとこではない、だからそんな人たちが次第トップのね、総計に入れたっていうのは、これは不公平だろう、芸能人枠だろうとか、栄養推薦だったから簡単なんだろうっていうのが、まあ批判がずっとと出ていると、続いてますよね、未だにね。まあ何をやっても結局ね、批判が来ちゃうっていうのは悲しいは悲しいんですけどね。だからほら、推薦で受かったら推薦はずるい、一般で入れって言ってね、で一般で入ったら一般で、なんだ自分じゃねえか、国立行けみたいな、もう永久会みたいなね、東大とか行くまでは、ね、認められないみたいな、この謎の風習。そしてこの大学入試を21年間取材してきた人なんですね、この方すげえな。栄養推薦だから簡単っていう批判は古い認識のものによるものだと言ってますね。今の栄養入試推薦、まあ、正確には総合型選抜ね、学校推薦型選抜は、芸能人でも高い学力をしっかりとした事前対策が求められると、一筋縄ではいかない入試であると。もう国が初めて推薦入学を定義したの1967年なんだ。へえ、そうなんだ。栄養推薦入試の歴史をまず振り返ってみましょうっていうと、定義したの1967年、1948年の新制大学開設以降も学校長の推薦に基づく入試はあったみたいだとは言ってますね。で、83年に要項で多角的な検査のための小論文や面接を課すことが明記されました。その後大学入試が厳しくなり、一方では大学進学率が上がっていったこともあり、推薦入試も拡大と。うん、40年前ですか。そんな中、88年に始まったのがアジア大の一芸一能入試。まあだからこれがいろいろとね、批判の対象になったり、まあネタになったんですよね。テレビでもたくさん取り上げられて、お笑いのパロディとかねに出てくるようになった気がしてます。確かそんなじゃなかったでしたっけ。校長の推薦の他に一芸一能を証明する記録、免状の提出が条件となる。で、入試は自己推薦を元にした面接だけ。この入試で剣玉日本一、そう、これだよね、確かよく言われてたのは、鉄道ファン全国制覇、何それ、料理名人、魚の三枚おろしなど、ユニークな人材が合格。芸能人だと俳優の吉岡秀隆さん、北の国からか、石田ひかりさん、ああそうなんだ、光源氏の赤坂さんなどが入学しました。そうなんだ。で、批判の源流はけん玉合格。はい、芸能人の大学進学が88年以前もあったと。65年には吉永小百合さんの早稲田大学第二文学部入学、そうなんだ。アジア大の一芸一能入試はユニークな人材芸能人を入学したことで賛否両論となった。そう、一芸入試って言われてたよね。でもアジア大の学長はね、言ってるんですね。受験技術が長けて入った学生は必ずしも人柄が良くない、頭は悪くても国際的に活躍できるたくましい神経と異文化に対する包容力、理解が欲しい。ほう、なるほどね。その料理名人へのバッシングに対して、母親に鉛筆を削らせ夜食を作らせて東大に入ったものと、弟妹の世話をして家事をやってそのため成績が悪かったものと、どちらがいいか、私は家事を取ると93年の読売新聞で反論と。へえ、で、アジア大のこの入試は23年もまだ続いてるんだ。これも初めて言うか。じゃあぶっちゃけ態度が悪いとか、雇ってみてね、
アルバイトとして雇ってみたりとか、まあ東進だったら東大特進でアルバイト見てるし、まあ東大の浪人クラスもやってたから、それでアルバイトも見てます。だからたくさんの東大生も見てるし、たくさんの東大を目指す人も見てます。私はまあ態度悪い人が多いよね、残念ながら。東大特進の授業はあんまりいないです。そのトップレベル校の人たちが集まってるんで、そんなんじゃないんだけど、やっぱね、東大入った後に東大特進のスタッフになったり、いろんな東大浪人クラスのスタッフになった人とか、浪人生で東大クラスにいる河合塾もそうですね、態度悪い人が多いですね。まあ実際バイトで雇うことにもなってるわけだけど、今までね、東大の人ってマジで態度悪い人多い。結局辞めちゃう、バイトは。まあ別にあの効率よくお金を稼ぐってことに長けてるっていう面では別にね、プラスのことかもしれないですけど、続かない人多い。あ、でも全員じゃないですよ、間違いないですね。あくまで東大特進で出た生徒の子たちはめちゃくちゃ態度がいい人が多かったしね、実際ね。で、東大の中入っても授業態度いい人多かったからね。そのなんか辛い思いとか、まあ我慢するっていう経験を増してきてない人が多いなという印象ですね、ぶっちゃけ。はい。で、広末涼子の早稲田進学中退で批判が強まる。あ、そうか、ありましたね。時々ニュースにも上がるもんね。芸能人の大学進学が批判的に見られるようになったのが、98年人気アイドルだった広末涼子さんの早稲田大学教育学部の自己推薦入試です。入試前にメディアで報じられると、受験当時野次馬が200人、受験会場に集結、ワイドショーが中継するなど、合格発表の時、そうなんだ。一方で合否判定が曖昧、広告塔として簡単に入学させたのではないかという批判もありました。ただで、出願資格としては評定平均 4.0 以上っていうのがあったんだって。だから決してザルだったわけではないと。広末さんは合格したと。1999年に入学、入学式は欠席なんだ。初投稿はドラマの撮影などが落ち着いた6月でしたと。で、その後も授業の出席はほとんどされず、2003年自主退学。そうなんだ。大きく注目された反動から強く批判されることになりましたと。広末涼子さんね、品川女子に行ってて、まあ、横浜のあるところからグリーン車乗って通ってて、まあ、バカなね、子供たちが、私横浜出身ですから、まあ、もうそっか、どこの区か言ってるから、自分の出身が。まあ、もうそこに近いとこですよ。近いとこだったんで、子供たちが、マジでその駅に広末涼子を見に行ってましたからね、本当に。で、まあね、大学生になってね、ちょっとね、遊び狂っちゃってね、大変だったっていうの、いろいろあったりしますね。はい。で、ザル入試と化した AO が2010年代に激変。そうなの？2000年代、大学全入が進んでいくと、まあ確かにそうね。だから、推薦で簡単に入れる人がいっぱい出てきた。1.0 倍みたいなとことか、それ以下のとこいっぱいあるから、募集停止となる大学が増えていって、2009年には5校が募集停止。早稲田入学、中退、AO 入試のザルなんかがあって、批判が増えるようになったと。ただ2010年代から変わっていったと。2011年に文部科学省が要綱に、高等学校段階での育成される学力の重要な要素に留意と記載していると。もうなるほど。2014年に宗教浸透審は AO 入試推薦入試について、多くが本来の趣旨目的に沿ったものとなっておらず、単なる入学者確保の手段となってしまっていると批判と。で、そこから21年以降、 AO 入試は総合型選抜、推薦入試は学校推薦型選抜と名称変更。2023年現在、早稲田社学自己推薦入試や慶応義塾大学 AO 入試は大学の呼称で、区分上は総合型選抜となると、2010年代は AO 推薦入試の内容や名称が変わっただけではなくて、2010年代半ばから首都圏の私立では入試が激戦となりましたと。まあ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 、そうね、こっちを簡単でめちゃめちゃ入っちゃって学力が低いけどって人多いは多いよね。推薦だしっていう言葉もあるぐらいだからね、勉強できない子なんで推薦だしっていうね、言い訳になってまして、それ、いやいや言い訳じゃねえじゃんって思ったんだけどね、はい。推薦入試による入学者 1.5万人、 AO は 2.9 万人増加してると。そんなに増えてるんですね。で、私立大で入学辞退者を見越して合格者を多めに出す手法が使えなくなったと。ああ、厳格化されましたもんね、首都圏のね。そうなると次第合格者を絞り込まざるを得ません。その結果、一般入試は激戦となり、現役志向の強い高校生一般入試じゃなく AO 推薦入試を選択するようになったと。はいはい、その通りですね。で、多くの人が推薦に行ったと。だから推薦もかなり厳しくなっていったんじゃないの。早稲田の社会科学部の小論文は入りやすいテーマの良問。さあ、社学どういうやつだったのか見てみましょうか。要項ね、評定平均 4.0 以上、欠席日数が45日以内。お、頑張ったんだね。じゃあちゃんと出席してたんですね、本田さん。で、次のいずれかに該当、学芸系またはスポーツ系クラブなどに所属し、都道府県以上の大会コンクール展覧会などにおいて優秀な成績を収めたもの、生徒会活動において目覚ましい活躍をしたもの、資格、語学検定あるじゃん、財務会計資格など
などを有するもの、その他学校外での諸活動、クラブ活動、ボランティア活動などにおいて目覚ましい活躍をしたもの。あ、目覚ましい活躍してるじゃない本田さん。入試は一次試験が書類審査、二次試験が面接と小論文と。2022年試験は SNS の発達に伴って個人が自由に意見を発信できるようになりました。他方でヘイトスピーチをはじめインターネット上での人権侵害が問題視されています。 SNS の発達が社会に与えた強い影響と悪い影響について、あなたの考えを800字以内で述べてください。こういう。さあ一方 SFC は入学後の構想が求められるよ、環境情報学部の栄養入試は協定平均は特に指定されてないと。お、そうなんだ。ただし出願で2点が指定されます。総合政策学部、環境情報学部への志望理由や入学後の構想が明確であり、第一志望としていずれかの学部での勉学を希望するもの。総合政策学部、環境情報学部の学習研究環境を積極的に活用し、入学後の目標や構想をより高いレベルで実現するのに十分な意欲と能力を有するもの。あー、なるほどね。まあちょっと曖昧ではあるか。一次試験は書類審査、ただし書類審査も提出書類が他大学以上にあります。あ、そう、これがねすごく多くて、まあ実際自分の時もいたけどさ、同級生で SFC の人たちがとにかく書類が大変だったっすもんね。活動報告200字、志望理由、入学後の学習計画、自己アピール2000字以内プラス自由記述2枚以内、そして任意提出書類として中学卒業以降から栄養入試出願に至る期間における様々な分野での取り組みとの成果、これをめっちゃね集めてポスターにしたっつってね、および大学入学後の目標構想実現に必要な意欲や能力等を示すものがあれば資料として10点まで。さらに志望する受験生ではなく、その受験生を客観に見る立場、大半は学校教員か2人による志願者評価も必要。そうそうそう、こういうのがあるんだよね。だからこう栄養入試がね進んでるよって言ってますね。 SFC 30分間の面接、必ず聞く質問、視力も人間力も分かるガチンコ面接っていう記事があったんだ昔。環境情報学部の村井教授が、面接では3人の教員が30分間志望理由などを掘り下げるとして言ってる。時には学問的な論争になる真剣勝負の場です。学力テストなどしなくても30分間第一線で活躍している学者が3人がかりで1人の受験生を見るわけですから、ごまかしようがないんです。しかもそれを30年続けてきた経験の蓄積があります。だからかなりレベルの高いことが行われているんだよっていう内容でした。なるほどね。まあ、実際芸能人枠はないと言ったら微妙です。だってこんな何かに秀でてるっていうものに対して芸能人っていうのは秀でてるわけですから、まあ、特に有名になった人ね。だから受かりやすいっていうのはあるけど、ただほら早稲田の通信だったりとかさ、もうちょっと受かりやすいところっていうのはあるわけですよ、枠としてね。でそこで受かってる人たちがじゃあ教育の受けて受かるかって言われたら厳しいだろうなっていうのもあるし、実際落ちてる芸能人も知ってるので、受かってる人たちだけじゃないんですよ。そのやっぱ受かった人はこう表に出るん でしかもまあ知名度の高い人が出るからわーって批判はされるんだけど、落ちてる人もまだ別に僕は直でかかったわけではないので、手厚いヘルプを受けてその準備をしてるとかも聞いてたんで、すごい、ここまでやったらそりゃ受かるでしょうって思ってたら受かってなかったから、やっぱり周りがどれだけ手厚くねやったところで本人のね力がなければやっぱりいけないもんなんだなっていうのは分かってはいるので、教授3人が当然目が節穴なわけはない。この教授同士の意見が割れることもあるっていうのも聞いてはいるんですけど、うん、だから受かりやすい面もあるけど、でも誰でも受かれるかって言ったらそんなことはないので、あ、この人やっぱ全然ダメだなって見抜かれちゃったらそれでは受かれないですからね。実はそんな面もあります。はい、ただはい、これ言っちゃいけないね。いろいろあるんですよ。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。